宇宙人は基本的にはいる、いますか。あそこの国がアメリカ並みに持ってるものが一つだけあるんです、うん、それが核兵器なんです、うん、素粒子っていうのはもう全てのものの基本粒子、はい、世の中のあらゆることが分かるわけです、うん、全ての元になってるわけ、うん、僕の研究はその素粒子の中でもニュートリノという素粒子を研究してるんですけども、うん、このニュートリノが実はですね、その宇宙の始まり、なぜ我々の物質はどうやってできたのか、うん、そういうのがを解き明かす鍵になると思われてるんです、うん、非常に根源的な問題がですね、うん、理解できるかもしれない、うん、宇宙人は基本的にはいますよ、はい、確率だけの問題なんで、宇宙はめちゃめちゃ広いですから、はい、地球に似た星なんかももう嫌っていうほどありますから、うん、まず間違いなく言います。ダークマターって聞いたことあります。